吉田もでも本当食らいついてきますね。まあ、なんとか三振取りたいんですけどね、もうここはファーストゴロセカンドゴロでも嫌なんでね、三塁行かれちゃうんで。打球打ってファーストゴロ、ベースに当たった、抜けていく二塁ランナー、帰ってくる、同点。また安田が打った、9回の表同点に追いつきました、ババマリーンズ。いやー、ここで安田またしても打ちました、2打席連続タイムリー、5対5。今どうですか、ベースに当たったんですかね、何か跳ねましたか ね、ポーンと跳ねたような、浮きましたけど、あー、このベースに当たってないですか、そうですね、ライン上、丁寧なバント、三塁は無理、一塁一つアウトを取りました、ワンアウト三塁です。そんな場面で代打に送られました。その意識を変えたというのは、いや、やっぱりもう外のスライダーだいぶ追っかけてたんで、はい、もうとにかくもう食らいつこうっていう感じですよね。だから今も完全に当てに来ましたよね。